一週間お疲れ様でした。どうもチーム軍艦のです。よろしくお願いいたします。大会お疲れ様でした。結果は1591位ということで、残念ながら1000位以内、無理でした。日曜日のお昼に796位やったんで、まあ悔しいんですけども、1591位でもね、僕にしては上出来なんで、はい、本当に皆様一週間ありがとうございました。今回の動画は残念ながら能力ダウンになった岩崎投手の能力チェックと S ランク以外も追加されましたので、 S ランクへ登場した際の能力を紹介したいと思います。個人的に塚本選手の守備力ダウンはショックでした。では行きましょう。いいですね、この写真。岩崎投手の能力から見ていきたいと思います。球威が77の B、制球71の B、スタミナが64の C となっています。残念ながらシリーズ1よりも球威、制球、スタミナマイナス1となりました。やはり去年や2年前と比べると防御率が高いので、能力が下がってしまったかもしれませんね。後半戦はまた素晴らしい投球をしてくれているので、来シーズン能力が上がることを願っております。球種は特に変更はありません。ちなみに僕はですね、侍ジャパンの岩崎投手を契約書から運よく引けたので、シリーズ2でも侍ジャパンの岩崎さんを使おうと思っています。ちなみに小5で9位 A になっています。お次は A ランク中野選手です。阪神のショートはすっかり中野選手になりましたね。素晴らしい活躍をしてくれています。盗塁は22個でリーグトップですね。S ランクへ登場した際はミート70の B、パワー61の C、走力は76の B となりまして、パワーはマイナス1ですけども、ミートはプラス2、走力はプラス3となりました。素晴らしい。ただ守備がね、残念ながら67の C ということでマイナス1になってしまいました。特殊でも B にできないですね。社会人出身なんですけども、まだまだこれからの選手だと思いますので、来シーズン能力が上がることを期待しております。お次は C ランク近本選手です。個人的に近本選手が一番ショックでしたね。打撃能力はシリーズ1と変更なしです。守備がですね、なんといっても78の B となりまして、マイナス2となりました。シリーズ1では守備が A でとても嬉しかったんですけども、残念ながら B になってしまいました。特殊で守備 A にできるんで、まあ、無課金はね、特殊大変なんですけども頑張りたいと思います。打撃能力はね、変更なしで守備力ダウンですからね、まあどうなんですかね、コナミさん、ちょっと厳しい査定になってるんじゃないのかなと、はい、思いました。お次は B ランク秋山投手です。今年も2桁勝利おめでとうございます。S ランクへ登場した際は、球威74の B、制球84の A、スタミナ74の B で、球威、制球、スタミナがプラス1となりました。素晴らしい。今年も2桁勝利できたので、能力アップはとても嬉しいです。球種も特にね、変更はなくて、ストレートが C から B、フォークが B から C になりました。球種はね、もう少し強くなってほしいんですけども、それは来シーズンに期待したいと思います。ラストはマルテ選手です。シリーズ2で一番期待していた選手なんですけども、ミートが73の B、パワーが76の B、走力が55の D となります。ミートがプラス3、パワーがプラス2となりました。ただもう少しね、ミート上げてほしかったですね。現在の成績は、96試合出場して打率が2割7分8厘、ホームラン18本、打点が57ですね。出塁率も3割8分5厘ととても高いですね。なのでミート77はちょっとね、上がりすぎかもしれませんけども、ミート76ぐらいね、上げてもらっても良かったんじゃないのかなと勝手に思ってるんですけども、皆さんいかがでしょうか。14日のホームランはね、本当にチームを救ってくれました。 S ランク早く欲しいですね。あとはね、ラパンパラも追加してもらえたら嬉しいです。はい、というわけで今回追加された選手を見ていきました。まとめとしましては、岩崎さん能力ダウン、残念なんですけども、来シーズン能力アップ期待。中野選手、走力 A は来シーズンに期待したいと思います。秋山投手、能力アップ嬉しい。球種の方も強くしてほしいですね。近本選手、守備力ダウンはめっちゃショック。まるちゃん、能力アップは嬉しいけども、ミートはもっと上げてほしかった。以上でございます。皆さんはどの選手が気になったでしょうか？ぜひね、教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、ではね、S ランク契約書フランチャイズプレイヤーの方を開封したいと思います。狙いはもちろんね、岩田投手なんですけども、いやー、プロスピタはね、僕ね、ほんと相性が悪いというか、 A ランク自チーム契約書ね、今回も来てくれなかったんで、なんとか S ランク契約書で岩田投手を引きたいなと思います。ではやっていきましょう。受け取ります。いやー、頼む、岩田投手欲しいですね。はい、いや、今日撮影日がね、15日水曜日なんですけども、
はい、ヤクルト戦があります。どうなるか不安ですね。ヤクルトめっちゃ強いんで、ほんとマルちゃんのホームランすごかったということで、岩田さん頼む、来い。あー、どの上さん仕方ない。残念。まあしゃあないですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。プロスピ阪神純正で楽しんでるんで、ぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。シリーズ2の選手が続々と追加されてるんで、今後もねプロスピ楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。